はい。皆さんおはようございます。d z 1 Financial ー e のまです。ただいま9月2日金曜日ですね。朝の7時29分ぐらいになりますけれども、SBI FX ライブを始めていきたいと思います。 昨日はですね東京時間からこれまでの年初来高値でありました7月14日の高値139-39というところをですね早々に上抜けるというようなですね非常に強い状況となりました一旦は欧州時間になりますとですねポジション調整の売りまたは利食いの売りから下,下押す場面がありましたけれども139-07までと 9円台がですね、かなりしっかりとサポートされますと、また再びですね、買い替えが続くという形となりました。ニューヨーク市場入りますと、アメリカの強い指標を受けまして、一気にですね、上値をトライするような展開、140円の2、3とですね、大台代わりをですね、実現するという形となっています。 アメリカの長期金利も昨日は10年3人回りで3.2932%まで、また引き続きですね大幅な上昇を続け,続けるという状況となる中で、ドルの全面的なですね買いが強まったという形です。まあ、そこらへんもう一度詳しく見ていきたいなと思います、はい。こちら見てもらってますのは、昨日一日当初のです、ね、ドレーの5分チャートなんですけれども、昨日は東京時間138の86の安値から、ですね早々にも 7月14日の年初来高値でありました139の3級を上抜けるという形となりましたじりじりと値を上げる展開昨日は米系のです、ねえー、まあファンド税短期筋が買い,買いの中心だったと言われているんですけれども一旦はアジア時間139円の68まで,です、ね、値を上げましたその後は高値圏でしばらく揉み合いをして,い,てい,たいたんですけれども欧州税入ってきますと、えーですね、急速に値を上げた後だけにポジション 調整ですねアジア勢のポジション調整の売りが入りますと、じりじりと上値を切り下げる展開、ただ139の丸7まで値を下げたあとは、今度はまた一転してですね再び買い戻しが進むという形となったわけです。えー、昨日はアメリカのですね指標、いくつか出てるんですけどまず最初に出ましたのが新規請負申請件数 23.、23.2万件、予想の24.8万件からはです、ね、強い数字となりました。 そして4、6月期のアメリカの非農業部門、労働生産性の改定値、こちらに関しましては、予想がマイナスの4.5%だったんですけれども、実際の数字がマイナスの4.1%。いずれもです、ね、予想を上回る強い数字となったわけですね。こちらをきっかけにしまして、一旦また買いが強まりました。アジア時間の139の68を上抜けて買われるという形となったわけです。 そしてその後も一旦もう一回下押しをするんですが、ここ見てください。一気に上,上に抜けてきたところですね。これ11時の指標なんですけれども、こちら8月のアメリカの ISM 製造業景気数ですね。こちらかなり注目が集まっていたんですが、こちら52.0の予想のところが52.8と、こちらもですね、予想を上回る強い数字になりましたね。 こちらをきっかけにアメリカの長期金利が急激な上昇となります。これにつれる形でドル円も一気に買い上げられるという形。140円をもうですね、あまりもみ合いをすることなく一気に上抜けたと。こんな形なんですね。140円の22の高値をつけた後、139の84まで下押しをするんですが、すぐさままた買い戻しが入りました。引きにかけましては、140円の23の高値まで値を上げてですね、ほぼほぼ高値でニューヨーク市場を引けたと。 こんな形となっていますええついに140円台というですね大台替わりをしたという形となりました今東京で入りつつありますけれども今140円台前半でのですね今高値圏での揉み合いがついているという状況となっています はい、こちらししのチャートで確認していきましょうドレンですね見てもらっても分かりますように、こちらですねこれまでの年初来高値としてかなり意識されていたレベル、こちらになります7月14日の高値、こちら139の3級だったわけですね、こちらを完全に上抜けてきたというですねチャートブレイクというような状況なんですけれども、まあ、こうなってきますと、じゃあ、上値の目処はと。 いうことにですねえなってくると思うんですけれどもこちらかなり歴史的な長いチャートを見ないとですねやはり今の現状がわからなくなるという形となってきていますはいえこちらですねちょっと待ってくださいねえっと他のちょっとですねこのチャートではあですねなかあのヒストリカルチャートが見れませんのでえちょっとですね他のチャートをちょっと用意してみます。 はい、こちら見てもらってますのがですね、トレーディングビューというところからのですね、チャートなんですけれども、トレーディングビューのチャートというのは一般的に公開されてますので、今使わせてもらってますけれども、こちら見てください。1980年ぐらいからのですね、ドル円のヒストリカルの非常に長めの月足のチャートですね、月足のチャートを今見てもらっています。 で、今、ドレンというのはですね、今、こう、長いですね、ダウントレンドが終わって、今ですね、このトレンドを上に上に抜けてきたと、まあ、こういうですね、今状況になってですね。ちょっと今、線を引いてみたいと思いますけれども、今、ここのところから、こんな感じですね、こうやったダウントレンドがですね、 これを今、今年に入って完全に上抜けてきてると、ここのところですね、なってきているわけです。そして、まあ、歴史的な話ですけれども、1987年のこちらですね、プラザ合意ですね。プラザ合意であって、260円から110円あたりまで一気に、うわーっと急落を取れんですね、制しました。そして、プラザ合意の急落の後の戻りがですね、実は、こちらですよね、こちら1990年のところ160円というところがあるんですけれども、ここからじじ、実は、 ずっとなだらかなです、ね、ダウントレンド、下落局面、円高のです、ね、トレンドがずっと続いていたわけです。そしてそれがこのトレンドをです、ね、上に抜けてきたのが今年に入ってからの,この急激な上昇につながっていると、こういう状況なんですね。でそうしますとで、じゃあ戻りのめどはということになってくるんですけれども、まず先日、この前ですね、2002年1月31日、ここのところ、ここの山が135円の1号だったんですけれども、ここはもう完全には抜けて そうしますと、次のですねターゲットがマーケットとしてはどこに今定められているかというと、ここの山ですね、ここの次の山、ここの山が1998年の8月の11日の高値、147の66という実はですね、チャート上この高値があります。 ですから、まあ、チャート的には今、ここがですね、今現実的な上値の目処としてですね、意識されてきているんだと、こういう状況ですね。ですから今、ドル円がですね、どういう状況にあるのかというと、どういう歴史的なですね、位置関係になるのかというところ、こちらもですね、ユーロドの時もそうだったんですけれども、ドル円、こういったですね、年初来高値を抜けたという、ね、こういったタイミングでやはり確認をしておかなければいけないというところでしょう。 ですから、もう一回繰り返しになりますけれども、今、ドレンの現状というのは、プラザ合意の急落した後の1990年4月に戻った、戻り高値が160円の16なんですね。この1990年4月の160円16の戻り高値から、ずっとなだらかな円高のトレンドが続いていた、この円高のです、ね、レジスタンスレベルを上に抜けて、今、戻りを試しているような状況。 そして、直近ではですね、2002年1月31日、135の1号を上抜けて、今度はターゲットになってきているのは、1998年8月の147の66であるというところ。こういったですね、水準とレベル感そして現在の、このドル円のですね、位置ですね、というところ念頭に入れておくということになりそうです。はい、それではですね、ユーロドルの方も見ておきましょう。 はい、こちらユーロドルのですね、昨日一日投資の5分チャートになっています。ユーロドルはアジア時間1.0057がですね、高値だったんですけども、そこからポジション調整の売りに押されました。ただ、その後また再び買い戻しが入るんですが、1.0048までと、買い戻しもアジア時間の1.0057に届かずという形となっています。その後はですね、ドレ円ン同様にですね、アメリカの強い指標を受けまして、アメリカの長期金利が大幅な上昇となる中で、ユーロドルも戻り売りに押される展開 となりました、えー、そして、この11時ところですねアメリカの ISM 製造力景気が非常に強い支持だったということを受けまして0.9911まで一気に売り込まれるという形となったわけです。 前日の8月31日の安値が0.9972でしたので、ここを抜けてですね、ちょっとストップロス的に売り込まれたという形となっています。その後は0.9960まで買い戻しが入るんですけれども、やはり前日の8月31日の0.9972を抜けてストップで売られてますから、やはりそこまではですね、戻らずというようなですね、状況となっています。 ユーロのですね、冷やしのチャットも確認していきましょう。ユーロドルに関しましても、8月の23日の年収安値が0.9901だったんですね。ですから、ここを抜けるかどうかというのは非常に重要なんですけれども、昨日0.9911でなんとか下げ止まったというところであるんですけれども、ここを抜けるかどうかですね、今日もですね、1日非常に重要なポイントになってくるというところでしょう。そして、戻りとしましてはですね、もうちょっとこうですね、長期のところを大きくしていきましょうか。 はい。ここの赤い線のところですけども、一目の転換線が来ていますね。転換線はちょっと今、完全に下抜けてきてしまってるんですけど、戻りとしましては転換線の0.9995ですね。まあ、ですから、やはりパリティですね。パリティのところまで戻るかどうか。 あまり戻りが鈍いようですと、またやはりこの下抜けをトライする動きになっても全くおかしくないというところですから、ユーロドルもですねやはり全般的なドル買いのです、ね、流れが続,続くかどうかというところですね、こちらが鍵になってくるというところでしょう。 昨日もですね、ボスティックアトランタ連議総裁、バランスシートからですね、MBS ですね、もう住宅担保証券ですけれども、住宅ローンの担保証券ですけれども、この MBS を売却する必要があるなんていう、ね、発言も出てきてますね。まあ、非常にこちらですね、まあ看過できないと言いますか、無視できない発言ではあるんですけれども、今、ね、バランスシートの縮小は、 満期のですね満期が来た証券をですねそのまま再,再投資することをしないということですね、再投資をしないということで、バランスシートの縮小をですねこれまで進めてきているんですけれども、今,今月からですね9月からバランスシートの縮小を月額950億ドルまで倍増、倍額させているんですけれども、そのために MBS をもしかしたら売却しなければ、直接売却しなければいけないという、ですね、まあ、こういった声が。 ああ fmc のメンバーから出てくるということイコール少しですね、やはり金融の引き締め環境をですね、また強化させざるを得ないというようなですね、状況じゃないかと思うんですね。まあ、そういう意味もありまして、昨日も実質金が0.81%までまた10ベースほど 大幅な上昇となりました。まあ、こういった金融金、金融状況のですね、えー、引き締め状況がかなり急速に進んでいるという形となっています。まあ、どうしてもですね、ボディーボロのように、ね、ド,ルドル高にですね、効いてくるというところでしょう。はい、それではですね、今日予定されてます、主な経済指標を確認をしていきます。 はい、えー、こちら見てもらっていますが、今日予定されていますもの経済仕様となっています。今日は欧州時間入ってきてからですね、3時ちょうど7月ドイツの貿易収支、6時ちょうどが7月ユーロ圏の卸売物価指数、そして9時半ですね、4、6月期カナダの労働生産性指数、そして何と言いましてもアメリカの今日ですね、雇用統計、8月の雇用統計が予定されています。えー、そして11時が7月アメリカの製造業新規受注と続きます。 で、まあ、こちらですね、今日はもう雇用統計を待つという形になると思いますけれども、今日、非農業部門雇用者、えー、労働、非農業部門の,、ねえー、の雇用者数が30万人、失業率が3.5%、平均受給が前月比で0.4%、前年比で5.3%というですね、えー、予想になっています。まあ、こちらの予想からどれだけぶれるかというところではあるんですけれども、先日出ました、おとてました ADP 全米雇用国、こちらは13.2万人とですね、予想よりも弱い数字とはなったんですけれども、あまりやはり やはりドル売りりでででの反応はすすね、ね。かったとというところです、ね、やはりホワイトハウスからも少し弱めになるんじゃないかなというようなですね、発言も出てきている中で、えーとくえー、よほどのですね、例えばですけれども、30万人の予想のところがマイナスになったとかですね、こういった少しインパクトのある数字が出れば別ですけれども、まあ、そうではない限りはですね、ほぼほぼマーケットとしても。 それほど大きな反応にならないんではないかと、むしろ強い数字、例えば50万に60万になった場合には、ね、金利の急激な上昇がまた再び見込まれますから、そういったところで、またドル買いが強くなる可能性も高いというところだと思います。まあ、いずれにしてもです、ね、やはり週末ということもあって、そして来週は米国ですね、休場という形になるわけですので、非常にそういう意味ではです、ね、週末のニューヨーク市場、雇用統計を巡、ね、って、非常に神経な展開にもならざるを得ない。 ととといいうところだと思いますアジア時間に関しましては、ですねやはり雇用統計消ますということもありますが、なかなか動きづらいということでありますけれども、140円台に乗せて、ですねなかなか下押しをしない奴隷なんですけれども、実需の動向ですね、輸入・輸出の動向がどうなってくるのか、そこら辺も気になるところです。 日経平均はですね、昨日、ダウ平均がですね、290ドル以上下落した後、145ドル高でですね、買い戻しが入って終わっています。日経平均先物を2万7800円近くまで買い戻されてですね、今戻ってきてますので、まあ、こちら、また2万8000円あたりまで戻すのかどうか、そういったところもですね、注意してみていかなければいけないでしょう。アメリカの長金利、3.2533%で引けています。一時3.2932%まで昨日は上昇してます。 のでこちらも引き続き、そう簡展開が予想されるというところでしょう。それでは今日の解説をお願いいたします。